山田君、ごめんなさい。あ？なんで謝るんだよ。だって、あの時の約束、守れなかったから。約束？言ったでしょ。最初にキスするのは私だって。けど守れなかったのは俺の方。ううん、そういう意味じゃないの。本当はあなたに恩返しをしようと思ってた。え？あなたは私が困っている時救ってくれたわ。だから今度は私があなたの力になりたいと思ったの。それなのに私、そんなことも忘れて散々あなたのことを拒絶してしまった。だからずっと一言謝りたくて、ごめんなさい。あなたはあんなに必死になって嘘の告白までしてくれて。嘘じゃねえよ。記憶が戻ったらもう一度言おうと思ってた。俺は白石が好きだ。俺と付き合ってください。ああ、まあ